セベロモルスクの師匠セベロモルスク港写真の手前ではアメリカ海軍のヨークタウンとオバノンが停泊しているのも確認できる北方艦隊基地分布ズセベロモルスクはロシア連邦ムルマンスク州の都市人口は54,200人コラ半ン島の北部コラワンの東岸に位置しムルマンスク市から北東に 25km 不登校を持つ鉄道や自動車道路で ムルマンスク氏と結ばれている。軍事上の理由から閉鎖都市とされている。1月の平均気温はマイナス8度。7月の平均気温は12度。年平均降水量は約800ミリメートル。1896年から1897年にかけてこの地に最初の定住者が現れた。1917年には13人が住んでいたという記録が残っている。 はじめのうち、村は、川の名前にちなみ、バエンガと呼ばれていた。1933年に、一帯が、北方艦隊の基地の候補地の一つに選ばれて、以後、大きく発展した。現在、コラワンは、北方艦隊の最も重要な基地となっている。1951年に都市として登録されるとともに、セベロモルスクと解消された。ありがとうございます。